皆さんこんにちは、しむたです。今回はですね、ショートスタイルのスタイリングの動画になります。前回載せたショートのカットがあったんですけれども、それのスタイリングの部分ですね、ストレートアイロンでベースを作ってワックスでスタイリングをするっていうところで、動画を作っております。ストレートアイロンでのスタイリングなんで、そんなに難しいウェーブを作ったりとかそういう風ではなくて、毛先に少しカールをつけて、それをワックスでまた動かして仕上げていくっていう感じになってますんで、慣れると簡単です。最初はもしかしたら難しく感じるかもしれないんですけど、慣れると結構後ろの方とかも簡単にできるようになるんで、よかったらそのどこをどういう風に巻けばいいかっていうのを参考にしてもらえたらと思います。本人がセルフでやるんではなくて僕がやってるんですけど、まあどこにカールをつけるかっていうのとかそういうのは参考になると思うので、ぜひ見ていってほしいなと思います。それでは動画をご覧ください。どうぞ。はい、それでは解説していきたいと思います。今回はストレートアイロンでのスタイリングになります。毛先を柔らかくカールさせていく、ナチュラルなカールをつけていくっていう感じなんですけれども、今見てるように毛先を少し丸みをつけるような感じ、こういう風にストレートアイロンを通していくことで柔らかくカールがつきます。なのでこう難しい入れ方をしなくても毛先にスッと通してあげる。で、手首を少し返しながらちょっとこう弧を描くような感じでカーブをつけていくんですね。なので、まあ、コツとしてはこの手首のこう動かし方、曲げ方っていうところと、あとどっちの方向にストレートアイロンを向けていくかっていうところですね。なので後ろに流したければそのまま後ろに手首を曲げていけばいいし、内巻きにしたかったら、内側に手首を曲げるっていう風な感じになります。なので今この動画の場合は少し後ろに流していきたいので、後ろ側にひねってカールをつけていってます。これを全体的にやっていくわけですね。そしてこのストレートアイロンを使う目的っていうところなんですけど、やっぱりナチュラルなカールをつけて動きをつけていきたいっていうところなんですね。もっとウェーブっぽい動きをつけたいとか、しっかりクリッとしたカールをつけたいっていう人はカールアイロン、コテを使った方がやりやすいです。ここはもうやりたいスタイルだったりとか、今の長さに合わせてストレートアイロンでやっていくのか、カールアイロンでやっていくのかっていうところを分けた方がいいと思います。なのでこういう風な自然な動きであればストレートアイロンでやるとかなり素早くできます。慣れるとやっぱりさささっとやっていける、早くやっていけるっていうところがストレートアイロンのいいところですし、あと短めのスタイルの人とかは比較的使いやすいんじゃないかなと思います。逆にこう長めになってくると、どうしてもストレートアイロンでは難しくなってくるので、カールアイロンの方が使いやすいんじゃないかなと思います。あとは癖がある人はストレートアイロンの本来の使い方である癖を伸ばすっていうところで使ってあげてください。はいですね、これで全体的にカールをつけ終わりました。でこの後にワックスをつけていきます。まあ、ワックスなしでもかなりいい感じなんですけど、まあ、これでもっとよく質感を作っていきます。で使うのは N ドットのナチュラルバームを使っていきます。使用量がわからないとよく言われるんですけど、これぐらいですね、使っていきます。はい、でしっかりと手に伸ばしたら、まずは襟足の方からつけていきます。上からつけないようにですね、下からつけて、その後に横につけた後にまたどん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 上に上がっていくという感じでつけていってください。で今こうやって僕が手をすごい中に入れて上に持ち上げてるんですけど、あんまりこれは根元には触ってないので注意してください。地肌に触ったりとかはしてなくて、あくまでもつけていくのは中間から毛先です。なので指をこうスーッと通していきながら中間と毛先に揉み込んでいってます。でその後に一度出したボリュームを下ろしていきます。下ろしていく時に指をこう入れて左右に振っていくような感じで、つむじから放射線状に髪を落としていくようにスタイリングをしていきます。上の方とかもこうやってほぐしてあげたり、ちょっと持ち上げたりとかしてうまくバランスをとっていきます。でその後に前髪から顔周りの毛流れをきれいに整えて、耳にかけたい人はもみあげをかけてください。もみあげをかけてその上の毛をちょっと出します。こうするとバランスが取りやすいですね。あとは鏡で全体のバランスを見ながら細かい調節をしていってください。あと襟足ですね、このモデルさんは襟足がちょっと浮きやすいので、できるだけカットでも浮きにくいようにしたんですけど、自分でも押さえた方がいいです。ちゃんと押さえて首に沿うような感じにスタイリングをしてあげてください。
もうちょっと毛流れが綺麗に整えた方がいいなっていう場合は、クシを使ってちょっとこう整えたりとかしても大丈夫です。でその時に引っ張って上が潰れないように片方の手で持ち上げたままクシを通したりとか、そういう風にしてもいいです。これであと最後にキープするスプレーを使って仕上げっていう感じなんですけど、まあ、今回使ったのが、バームのワックスなんですね。でこのバームのワックスはツヤ感とか束感を、出しやすいものなので、ここはもう好みです。完全に好みでスタイリング剤っていうのは使い分けた方がいい、狙ったスタイルで使い分けた方がいいので、まあ僕としては今回ツヤ感とか束感動きっていうのを出したかったので、こういった、バームのワックスを使ってます。あとは髪質によって使い分けた方がいいパターンもあるんですけど、まあこのあたりはまた機会があれば説明はしようかなと思います。まあ、ただ、髪が多い人は、多めにつけるとか、少ないペタってなりやすい人は、少量にするとか、そういうので対応はできたりするので、あまり縛られなくてもいいかなと思います。はい。まあ、こうやってあとは最後スプレーで、細かくポイントポイントでつけていったりとか、全体に吹きかけたりとかしてキープ力を高めます。僕としてはもうスプレーは確実にもう必要なものだと思ってるので、つけたくない人もいるかもしれないんですけど、1日の持ちを良くしたいんであれば、必ずスプレーはつけた方がいいです。はい。使ってるものは、ミルボンのものですね。ミルボンの、ニゼルステイフォグというスプレーを使ってます。はい。まあここまで細かく最後スタイリングする方はなかなかいないかもしれないんですけど、まあこういうスタイリングっていうのは、やればやるほど絶対に上手になります。最初できなくても繰り返していけば絶対に上手になるので、ここは練習をですね、繰り返してやっぱりやれるようになってほしいなと思います。そしたらいろんなヘアスタイルが、できて楽しめると思うので、毎日可愛いヘアスタイルで過ごせると思います。なので難しいなと感じている方も、ちょっとずつ練習してできるようになっていってほしいなと思います。はい、これで完成です。はい、いかがでしたでしょうか。ぜひ参考にしてみてください。今回の動画で以前勤めていた美容室で撮ったものっていうのは、全て出しました。ここ数回、前の美容室の、店内の状況で動画撮ってたものばっかりだったと思うんですけど、もうこれからは、ここの新しいお店で撮っていく動画だけでやっていくことになりますんで、まあ僕としても、まあ、心機一転というか、っていう感じでやっていきたいと思ってます。で今後の動画の予定としては、ちゃんとカットの動画とかももちろん撮っていくつもりなんですけれども、まあ、今回僕もお店をこう出すにあたって新しくシャンプーとかを導入しようと思ったわけですね。でいろんなシャンプーを試して使ってみたんですけど、かなりいいシャンプーを導入しました。でそれの紹介もしたいなと思ってます。すごくいいシャンプーをですね、2つ導入してるんで、まあ、その2つ紹介する動画をまず作りたいなと思ってます。あと前回の動画でも言ったんですけど、お店ができるまで、美容室ができるまでっていう動画も、まあこれはちょっとまあやるか分かんないので考え中なんですけれども、まあできるだけ皆さんが役に立つものを優先でやっていきたいなと思ってますので、よろしくお願いします。はい、という感じで今回の動画はこれで終わりたいと思います。僕のチャンネルではこういった感じでリアルなカットの動画だったり、スタイリングの動画だったり、髪に関するためになる情報を発信しております。綺麗になるための知識を増やしたいという方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。